ライダースーパーワンの情報により悪の組織ドグマの本拠地が判明した。至急現場に急行し悪の組織ドグマを壊滅せよ。誰だろう、悪の組織。ここが発見された悪の秘密基地か。一体どんな組織なんだ？ストロンガーか。そうか、ストロンガーか。ブラックサタンか。ってことはちょっと、いや、ストロンガーか。確かに出てなかったね、ストロンガーは。このまんまだとライダーマンか。
逆だ。殺せ。何が起きているんだ、あの部屋の中で。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。悪を直せと俺を呼ぶ。お前は誰だ。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。悪を倒せと俺を呼ぶ。俺は正義の戦士、仮面ライダーストロンガー。悪を憎む戦士の一人というわけか。俺たちはこの町を狙う悪の組織と戦っている。ストロンガー、お前も一緒に戦わないか。おう、そうだ、時限爆弾を持ってないか。この部屋に仕掛ければ大爆発を起こして基地を壊滅できる。ああ、持っている。早速仕掛けよう。よし、急いで脱出しよう。勝利将来。急げ急げ。助けて。タックル。おや、あの部屋から声が。電波人間タックル。助けて。待ってろ、今助けてやるから。よし、外れた。ありがとう、私はタックル、電波人間タックル。急いで脱出するんだ。分かったわ、じゃあまた後で。そっか、ライダーマンも今みたいな感じで仲間になるんだろうな。失敗したな。え、完全に来た道を戻るってこと？これ爆弾仕掛けたまんまじゃん。参ったの。
ここに新たな戦士が仲間に加わった。その名は仮面ライダーストロンガー。しかしまた新たな悪の組織も現れた。悪の秘密組織ブラックサタン。頑張れヒーロー、負けるなヒーロー、悪の組織を倒すのだ。一つ目タイタン、違う、百目タイタンだ。百目タイタンよ。は、上等支部秘密基地が壊滅した。裏切り者が出たのだ。我らブラックサタンを裏切るとは愚か者め。必ず始末しろ。裏切りの名は、裏切り者の名はストロンガー。キモッ。